So comfortable. No one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. はいどうも、いつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフの時間です。それで今日はね、おっちゃんもうほんとのんびりやってます。ちょっと好きなバイクね、磨いたり、あとね、ジムニーちゃんちょっと掃除したりとかね、まあそんな感じでやってて、今日ね、動画は何を撮るかといったらね、またフォードエクスプローラースポーツトラックになるんですけど、あれのリアのヒッチメンバーつけるところがかなり錆びてるんですよ。それでね、その錆を取って塗装するのがまず1点と、それとね、前回ね、ギシギシ言います言うて動画撮影して治りました言うてね、もうラスペネ1本でやりますって拭いてして、確かに音は止まったんですよ。けどね、3日ぐらい経ってからね、またね、ギリギリって言い出したんでね。それでね、今日ね、知り合いの車屋さんにたまたま行く用事があって、よかったよって、でこの音ってどんなん言うてちょっと見ていただいたんですよ。そしたらやっぱプロはすごいね、パッと潜って音を聞きながら、サスアームのところをこう持って、あ、このサスアームに音と一緒の手の振動があると。すごいね。我々おっちゃんはもうこうギーギー言うて音だけを聞いてたんですけど、やっぱプロは違うね。実践やってる方はこの音とこの振動でね、多分このロアアームの付け根のところ、ここのところのブッシュのところから音が鳴ってるだけと思います言うて、さすがやなと思ってね、それでね、今日はね、またそこのところね、グリスアップをしようかなと。それで初め何のグリス塗ろうかなと思ったんですけど、もうね、あるグリスをね、おっちゃま塗っていきたいと思います。まあそんな感じでね、今日はこのギシギシ音をもう少し改善するのと、それとヒッチメンバーのところのサビを取って、塗装するというね、2つになります。興味のある方もない方も最後までお付き合いください。ではおっちゃん、今からカーライフ楽しみます。はい、それでね、今日使うのはこのハンドリューターに、真鍮のワイヤーついてます。それでサビのところをピーッと、けども触れるところしか無理なんですけどね、ほとんど触れないんですけど、これでちょっとビーッとやって、あとまあこのワイヤーブラシね、こすってやって、それでこのホームセンターで買ったラッカー、これがマットブラック、これをね、ただ塗るだけのね、ゆるい作業とりあえずやります。まずはこの大きいところ、これでいきます。なんかね、このサビをバーってやってたらね、サビがよそに飛んでいってよそに映らないかって、すっごい気持ち悪いです。ちょっと服も取ってきます。結構ね、ワイヤーブラシこするだけでもね、なんとなくいい感じ。まあこういうところすぐ傷いるしね、もうほんと適当です。でまたね、おっちゃんの適当ぶりこのままいきます。ありえんでしょ。まず普通ね、マスキングするよね、そのまま。うわっ、時計にまでかかって
けどパッと見綺麗になったよね。それで次はね、このね真鍮のブラシするときは必ずね飛ぶのでね保護メガネかけていきます。これめっちゃ綺麗になる、これめっちゃ綺麗になる、これはい、もうめちゃくちゃいい加減なんでね、ちょっとナンバーにね、ナンバーにまで塗料ついちゃいました。それで普通ね、ちゃんとしたマスキングするのが普通なのにね、これでいっちゃいます。なんか微妙。はい、それでね、教えていただいたこの、奥側なんとかアームの向こう側の部首わからんわね、この言い方では。そこのところをね、ちょっとグリスアップしていきたいと思います。They still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes from both ends tonight. Swear you must have fell from the sky. ちょっとね、下に潜るんでね、念のためにうまつけときます。あのね、このワコーズのメンテループこれがねあったのでね、これね潤滑、まあ防サビとかね多目的潤滑剤になってるんですけど、これがね合ってるかどうかって言ったらまた違ってるような気がするんですけどね、とりあえずこれを塗りました。ではね、タイヤつけていきます。
今日はねトルクレンチでねきちっと締めてます。はい、これでね、お隣チェック。完璧。なんだかんだ言って1時間ぐらい楽しんでたのかな、あの塗装するのと、それとあのタイヤホイールのこの、グリスアップ、それでね今テストしたらもう全くねギリギリ音なくなりました。さすがやね。やっぱりね、実践をやってるプロの方ってやっぱり我々とこのなんて言ったらいいんかな、もうギーギー鳴ってたらもう音だけを本当私は聞いてたんですよね。それもう分からない気でもうブッシュ類にもラスペンで塗ってしたんですけど、やっぱプロは違います。初めね前の方に潜って、で音を聞きながら今度後ろの方に来て、ほんで手をこう当ててると思ったら、やっぱこの手の振動、音と手に伝わる振動でそこじゃって当てた。今回ねすっごいねいい勉強になりました。まあ今後ね、まあこのような形で異音が出るとか出ないとかそれは分からないんですけどね、まあこういう調べ方があるっていうのはね一つ本当にね、勉強になりました。今日もありがとうございます。そしてね、今日のゆるい動画に、最後までお付き合いいただきありがとうございました。おっちゃん的にはねもうめちゃくちゃ満足です。もうヒッチメンバーのところがねどうもね後ろに回った時にねあのサビがね気になってたんですよ。それがね、綺麗になったけどね、今回の塗り方いいか悪いかといったらね、本当はねちゃんとマスキングしてね、きちっと皆さん塗りましょう。今日の塗り方はね本当にね、ダメな塗り方かと思います。しかしね、このような緩い動画もしよかったらグッドボタン高評価お願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画見ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。てなわけで今日はここまで。皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。